クーネルスドルフの戦いは、7年戦争中の戦いであり、1759年の8月12日、フランクフルトアンデアオーダーの東に位置するクーネルスドルフにおいて、4万9000のプロイセン軍と7万1000のローオ連合軍が戦闘。フリードリヒ大王にとって、最大の敗北となった。カール・ハインリヒ・フォンベーデル少将指揮下の軍団が、会の戦いで敗北した後、 1759年8月に、オーストリアの一軍が、プロイセン王国の中核地帯、ベルリン・ブランデンブルクを脅かすべく、フランクフルト・アンデア・オーダーで、ロシア軍と合流を果たした。この連合軍は、エルンスト・ギデオン・フォン・ラウドン少将とピョートル・セミオーノビチ、サルティコフ元帥に率いられ、7万1000名を数えた。フリードリヒダヨーは、ベーデルの部隊を合流させると、指揮下の、 約4万9千名をもって、オーデル川の欧岸にある、連合軍の防備を固めた陣地に向かい決戦を起とする。戦闘は、プロイセン軍による、ロシア軍陣地への攻撃から始まった。この攻撃は成功し、もし、フリードリヒ大王が弟ハインリヒ王子の助言を、聞いて、前進を止めておけば、クーネルスドルフの戦いを制したのは、プロイセン軍のはずだった。しかし、 社交戦術を適用するための迂回行動は失敗し、プロイセン軍の攻撃は、連合軍の戦列に阻止された。だが、フリードリヒダ王ーは、当初の成功を生かせると信じ、戦闘の続行を決意した。プロイセン軍の攻撃が弱まっている間に、遥か遠方にいたオーストリア軍騎兵も戦場に到着した。しかし、プロイセン軍は再編し、連合軍に対して、 圧力を加え続けた。正午過ぎには戦闘も最高潮に達し、ロシア軍中央の砲兵陣地に対してザイトリッツ、率いるプロイセン騎兵の大規模な突撃が行われた。この突撃は失敗し、プロイセン騎兵は著しく消耗した上に混乱した、退却を強いられた。ザイトリッツ自身もひどい重傷を負った。連合軍の騎兵部隊はこの後期を逃さず、 プロイセン軍左翼に対する攻撃を開始した。それは、決定的な効果を上げ、疲弊したプロイセン軍閣連隊の無秩序な退却につながる。フリードリヒダヨが戦場から退いてきた時には、周囲に3000名が残るのみであった。クネルスドルフの戦いにおける、フリードリヒ二世、リヒャルト・クネーテル作の石版が、後代の作品。 クネルスドルフの戦場で馬に乗るラウドン。ウィーン軍事史博物館所像の広大の作品。この敗北に直面したフリードリヒ大王は失意に陥り、フィンク中将に軍の指揮権を委ね、ハインリヒ王子を総司令官に任じた。戦闘に敗れた夜、フリードリヒ大王はベルリンに向けてこのような手紙を送っている。 今朝の11時、私は敵軍に攻撃を仕掛けた。私の兵士たちは驚くべき働きをしてみせたが、その代償はあまりにも大きかった。我が兵は混乱しきっていた。私は三度も彼らを再編した。最後には私は捕獲の危険にさらされ、逃走する他かなかった。銃弾が私の上着をかすめ、私の二頭の馬は射殺されてしまった。 私が生き残ったことは不運でしかない。我々の敗北は甚大である。4万8000名のうち止まったのはたった3000名でしかない。こうして私が手紙を書いている間にも、皆は次々に逃げていく。私はすでにこの陸軍の司令官ではない。ベルリンの皆の安全について考えるのは良い活動だ。私が死んでいくのは悲惨な失態だ。 戦いの結果は戦闘そのものよりもさらに悪くなるだろう。私にこれ以上の手段はなく、そして正直に言って、すべては失われたのだと思う。私は生きて、祖国の滅亡を見たくはない。さようなら、永遠に。4日後、オーストリアロシア連合軍が、無意に時を過ごしていることが、明らかになった。その間に、ちりじりとなった1万9000の敗残兵が、 ライトバインにある自身の司令部に復帰してくるとフリードリヒ大王は自信を取り戻し指揮権の委任を撤回する一方の連合軍はこの戦いで1万5000の損害を受けたもののその勝利によりプロイセン王国首都ベルリンへの道が開かれていたにもかかわらず双方牽制し合った結果偶弁協定が締結されたこれはロシアは東プロイセンを得 オーストリアは、シュレージェンを回復することを互いに承認して、オーストリア軍のシュレージェン攻略を優先して、ベルリン攻撃はしないというものであった。この後に連合軍は、ザクセン方面へと目指した。フリードリヒ大王は、この連合軍の驚くべき行動について、弟ハインリヒに宛てた1759年9月1日の手紙の中でこう書いている。私は君に、 ブランデンブルク家の奇跡を報告します。その間に、フリードリヒ大王は3万3000の兵力を集めると、フィルステンバルデで防衛戦を敷いた。この戦いは7年戦争における、プロイセン軍最大の敗北であったが、連合国側のこの一連の動きによって、戦争の経過に影響を与えることはなかった。フリードリヒ大王は、戦いの間に2回、乗馬を射殺された。 その際、敵団が、タバコ入れに当たって跳ね返り、広大の語り草となる。彼は単身で小さな丘の上に立ち、自身の剣を地面に突き刺して、自分を包囲する敵兵に対して、徹底抗戦するか、あるいは死ぬことを覚悟していた。この時、騎兵隊員、ヨアヒム・ベルンハルトホン・プリット・ビッツの大胆な行動が、なければ、王は捕獲の危機を免れないところであった。 戦没者の中には、ゲオルクルートビヒフォンプットカーマーキー平大将や、詩人のエーバルト・クリスティアン・フォン・クライスト少佐が、含まれている。クリストファー・クラーク、プロイシン、アオフ・シュティック・ウント・ニーダーゴング1600から1947、ファンティアン・バーラグ、1、アウフラーゲ、2008、S244、フリードリヒ・ベンニング・ホーフェン、ヘルムート・ BRSCH ・スパン、イセリン、 グルーンダーマン、フリードリヒデア・グローセ、オステルンデ・ゲヘーメン・シュターツ・アーカイブス・プロイシッシャー、クルター・ベジッツ・アンラ・セリッチで200、トドスティージズ・ケーニーヒ・フリードリックス・ツー、フォン・プロイシン。ベルリン1986、カット、ナンバー、4、52F。 アブルドニエス 206http コロンスラッシュスラッシュ w w w d i e d u t s c h e n z d f d e スラッシュありがとうございます。